はい、こんにちは。大きさ比べなんですけども、これ見た瞬間、あ、こっちの方がちっちゃいんじゃん、でかいんじゃんって分かりますよね、勘で。もう、こっちの方がでかい、ちっちゃい。まあこれ、共に両方とも、まあこのプラス1だったらもうほぼゴミみたいなもんだから、10分の1。こっちも大体10分の1ですね。だ本当にごくわずかな差ですけども、こっちの方がちっちゃいねって分かっちゃうタイプだと思うんですけども、まあ、大きさ比べするんだから引き算や割り算が普通なんですが、ただなんか私この式の括弧見た瞬間に、なんか関数考えてあげるのもいいのかなと思っちゃって、要するに下の指数の方が1でかいんですよね、両方とも。なんで10の、まあ、x プラス1乗足す1分の10の x 乗足す1なんこんなまあ関数が、まあずっと増加関数だったらこっちの方がでかいし。ずっと減少していく関数だったら、こっちの方がちっちゃいよ。で、まあ、これ大体の形にさっと書くと、まずそもそも x が無限にでかくなったら、まあ一目分かるけど10分の1ですよね。まあ、ちゃんとやるなら分母分子を10の x プラス1乗で割ってあげると、1足す10の x 足す1分の1分の10分の1足す10の x 足す1分の1で、x は無限だったらこれ0、0。なんで10分の1。なんで、まあ10分の1に収束すると。で、まあ、x は別に0取れますよね。0だと11分の2。10分の1に収束で11分の2で、x がマイナス無限になるとどうなるかというと、マイナス無限だと、これ0ですよね。これも0ですよね。なんで1ですね。ってことは、まあ、1、マイナス無限で1。で、ここで急にこう、下がって、で、まあ、こんな風に、途中、こう、極地持つとは思えないですよね。なんでずっと減り続けるんじゃないかなと。で、ずっと減り続けるんだったら、まあ、こっちの方がちっちゃいんで、ずっと減り続けることを示すには、まあ、これを微分してあげれば、y' が、微分写式が負、常に負って分かれば、もう減少していく関数なんで、こっちがちっちゃいと。じゃあ、つってこれ微分、まあ、微分はまあ、やりゃできる話なんで、まあじゃあ一応、まあ、引き分けの形でやっちゃいますか。あんまりまあ、分数関数の微分は私、未だに、この、マイナス1乗にしてあげられない、してからじゃないと、できないという。で、積の微分使うの。しかも、10の x 乗微分しなきゃいけないんで、それちょっと覚え書き。10の x 乗の微分が必要になってくるんで、この y はちょっとこの場合とは違いますけど、こうした時に対数微分法ですね。両辺に対数取って、で、そしたら、が、x10 になって、微分すると、y 分の y ダッシュが、こっちはそのまま、10なんで、y ダッシュは、y が10の x だから、10の x 乗、10と。で、10の x 足す1乗もやっとかなきゃいけない。を、10の x 足す1、やっぱり、両辺対数取って、そしたら、x 足す1、10になって、微分すると、y 分の y ダッシュが、こっち微分すると、やっぱりこれだけ残るのか。なんで、y' は、今度はこれ、10の x 足す1、臨中。これちょっと頭に入れとかないとできなくなっちゃうんで、こうしておけば一応まあ微分できると。そうすると、積の微分なんで、微分は今やったこれ。こっち。10の x 乗、臨中。で、微分そのままだから、これは分数、10の x 足す1足す1。で、次が今度、そのまま、10の x 乗足す1。で、微分は、マイナス1が前に出てきて、10の x 足す1足す1の、マイナス2乗だから2乗と。で、忘れちゃいけないのが、これの微分もかけなきゃいけないんで、これの微分は、これ。10の x 足す1乗、臨中と。そしたらこれが、通分して計算すると、10の x 足す1足す1の2乗。これはもう必ず正ですね。プラス。で、こっちは、通分したときにこれを一回かけてるんで、10の x 乗
10の x+1+1-こっちはそのまま10の x+1 と。そうすると分母はちょっと省略して、で分子はログリン10でくくれるんで、リン10でくくって、10の x 乗と10の x 足す1かけるから10の 2x 足す1乗。2x 足す1乗。で、あとは10の x 乗。引くことの10のやっぱり 2x 足す1乗。引く、10の x 足す1乗と。そうすると、これがちょうど消えて、10の x 乗引く10の x 足す1乗だから、x が、正だったら、あ、正でどこでもか。負になります。これ、10の x 乗引く10の x 足す1乗なんで、これは負なんで、じゃあ y' が負だから、単調に減少していくんで、こっちの方がちっちゃいと。いうことが言えるんですけど、こんなことはしないです。しなくていいです。これ別に今、数三の微分使ってるんで、ごく普通に大きさ比べするんだったら、引き算がいいかなと。で、まあ引き出すのにこれちょっとこのままじゃ見にづらいので、10の2019乗、一番ちっちゃいのを x とすれば、x 足す1割る、これは 10x ですよね。10x 足す1。で、大きさ比べ、まあこっちの方がちっちゃいのは大体もう予想ついてるんで、こう引いた方がまあいいかなと。で、これも 10x 足す1割る、これ 100x ですね。100x 足す1と。そしたらごく普通に通分して、引き算すれば、分の、こっちが x 足す1、100x 足す1引く、これはちょうど 10x 足す1の2乗ですね。そしたら分母もこれ明らかに正で、分子は、100x の2乗プラス 101x 足す1引く、こっちが 100x 2乗マイナス 20x マイナス1で 100x 2乗が消えて 81x が残ると。では分母はまあ正なんで、これは明らかに正ということで、こっちの方がでかいので、こっちがでかいということが言えますということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。